行ってきます。2人部屋なんですけど、隣の方先に手術だったんですよ。今戻ってきました。入れ替わりで私です。緊張します。行ってきます。手術着に、ね、着替えましたよ。あ、ついちゃった。足がね、恥ずかしい。手術終了いたしました。2時間半で終わったみたいです。全身麻酔染めたんですけど、足はですね、ブロック注射を打ってしびれてます。で、痛みがね少しあるんで、点滴で薬入れてもらってます。痛み止めの、はい。でこれで術後3時間は酸素吸引をするとのことで、水飲めません。これオスドールとか、あ、足よくわかりませんね。これが痛みだ。やっぱしびれてるね。7時半から飯食べていいって言うんですけど、なんか無理そうですね。今日はまだもうなんか麻酔がずっと効いてて、半分寝てるような感じみたいです。半分寝てるような感じみたいですね。昨日の夜から夕方から食べてません。みーちゃんに頼んだらカツ丼とおにぎり3個と何個買ってきたって言ってたな。もう1個、あとお茶3本、レモンティー1本買ってきてくれました。感謝してます。ありがたいです。でもどれだけ食べさせるんやねんって感じですね。とりあえずこれで一安心ですね。先生からの説明は、1ヶ月は足が曲がらないそうです。曲げないようにとのことです。1ヶ月してから、歩けるようになるとのことなんですけど、話が違うじゃん。1週間で歩けるとか言ってたし、わかんない。あれどうなの。1ヶ月後からリハビリが、開始すると。通わないといけないかもしれないけどね、わかんないね。しっかり確認したいと思います。次いつから行けるんだろうか。やばいな。とりあえず切ります。あ、そうそう。
全身麻酔の時って、下半身に、下半身の尻尾に、管を通すですけど、過去に私も何度か通し上げたことがあります。今回はなぜかなかったですね。大丈夫でした。口の方は気管まで、ね、口にね酸素の吸引の管を通していたみたいです。でもそんなに痛くないです。はい。